あらちゃん、えいた、というわけで今日もゴーストオブツシマやっていこうと思うんですが、はい、まあ、今回からですね、なんかモードが追加されたっぽいんですよね。どうやら、うん、バンシっていう新しいこの難易度ハードの上が出たらしくて、名前がえぐいよね。これきた。あー、いいね。説明もいいよ。死は常に隣にある人たちで即死ちょっと待って、えこれ、よくあるナイトメアとかそれ系だよね、他のゲームで言う。そういうこと。え、マジで一発で死ぬんだ。これにします。ちょっとやってみよう。ちょっとあ、ちょっとやってみましょう。無理なら謝ろう。なっていうね。オッケーオッケーオッケー。さあ、で今日はカジマ行きますか。あー、いいねいいね。ユナの弟助けたし、まあ、タカになんかいただけるんじゃないか説があるので。何でも作れるって言ってたからね。言ってましたね。え、なんだ、はてな。あ、しかもプレゼントマークもあった。え、嘘。ほら、あー、溜まってんだ多分贈り物。あー、嬉しい。助かるんだよな。なんか強化したいよね。そうだね。あ、溜まってる溜まってる。報復の化身。何これ。多分今つけてるダサいののジョイバージョンだよ。あ、そうなのかな。つけてみようよ。あ、装備の更新。あ、やった。たま鋼、ね、いいね。来た、一位材とか付け替えるか。いやー、かっこいいやん。これにしとこうか。ああ、当たり判定増えてそうで、喋れると。はい、こんにちは。病人を癒すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。サブミッションか。病院にいるルミンです。お、病に侵され救いの手を待ちわびています。もうこの手は筒まで伸びておるな。カイドウも危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。護衛ミッションね。あ、噂の地。え、噂の地ってあれじゃないの。いや、ほら、あー、鎧、ま、伝説の鎧。え、こんなところで。おい、いつになったストーリー進めれんだよ。ちょっと待って、一旦タカのとこ行こう。一旦タカのとこ。いやー、わかるわかる、気持ちはわかるけど。オッケー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 。一旦タカのとこ行って、ああ、そっからちょっと で、やばー、このゲーム終わんねえぞ。いや、マジでね、寄り道ばっかしちゃって、一向に俺らぐらいっすよ、いまだ。全くストーリーが進んでないって。マジでそうだと思う。やば、伝承、マジ伝承上がんな。鎧でしょ、鎧。そうだねー。いや、バンシの状態で小型と同じレベルのやつ出てくるってことでしょ。いや、終わりだよ。終わりだわ。一回食らったらおしまいか。絶対この実況もパート100ぐらいまでいってるよな。一旦バンシのちょっと強さ試してからだな。伝承は雑魚敵ともちょっと戦いたいね。戦いたいっすね。でもなんか攻撃力も一応上がってるらしいんで、おお、まあ、結果雑魚戦はちょっと楽になるけど、ボス戦が鬼きついらしい。ボス、いやでも雑魚戦、俺ら雑魚じゃないじゃん。雑魚じゃない、あいつら強えじゃん。うん、あ、きつね、きつね、行こう行こう、いいぞ行って。おし、あった。でもこっから結構多そうだけどな。5個ぐらいあったことないの可能性はある。あ、5だ。キビティ、これマジ重要だからね。これいた。あ、できる。行ってみるか。勝負しろ。いやー、これでどれぐらい、あ、攻撃力と相手の攻撃がどんぐらい上がってるかだな。うん、おお、なになになに、ちょちょ、なんかちょちょちょ、絶対おかしく、めちゃきついぞ今のフェイント。さすがにズンってきたもんね、一回。あ、でも弱くなってるな。確かに。うわー、ちょっと待って。ナイスです。そういうこと。今、どしゃーいったね、一発で。あー、きついわ今の。早かったね。てか、一気打ちきつなってる。本当に。うん、多分90と勝ち逃げされた。よっしゃ、来い。さあ、槍のね、一騎打ちがきつい可能性もあるわ。あと分かりづらかったね。いいよ。早い気すんだよな、やっぱり。マジ、うん、気のせいかな。そこマブダ入った。なんか今ありそう。いって、あ、今一撃。一撃ではないね。え、今弓一撃だったくない。あ、こっちの攻撃か。減る。ちょっと今食らったんですよ、わざと。本当本当、うん、信じるよ。もう大丈夫か。じゃあいいね。やっぱこれでも早いような気するわ。2発だね。倒すまで前は 3だったよな。おう、おい、あ、いいね。あれかね、本当にいいね。サクサクだね。サクサクっすね。だからちゃんと戦えば
いいっていう、要はちゃんと戦えばいいっていうか、なんだろう、ダメージさえ受けなければまあ、なんとかなるっていう話なんでしょうか。そうだね。なんかすげえ良さそうな宝があって今後ろに。え、嘘、どこ。なんか明らかに守ってこう、あれ真ん中の四角いの、これ、ほら、お前ら、これなんだ、これ超重要でしょ。何これ、バグ取れないよ。バグじゃないですか。バグだよねこれ。めっちゃ欲しいんだけど、あれ欲しい、めちゃくちゃめちゃくちゃ欲しいぞあれ。何これ、欲しい、悔しい、悔しい、やーったわ、やだけど、やもらったか。でやーめっちゃ強くなってるんじゃない、バンシー。あ、そっか、一撃とかありそうだね。うん、小松だ、ユナとタカ、俺が来たね、来たよ。笛吹けってます、あれ違う、あの天気悪いから変えようかなと。ああ、なるほどね。そうそう、気分悪いじゃん、天気悪いってさ。まあ気分は悪いな。あいった、気分悪い。むごいな、猛虎が火を。シベリアンマスティフだ、気をつけろ。いっ、待って、死ぬ、待って、ちょバシバシバシ。ちょ、この量は無理だって、ガフ。この量のガフ無理だって。この量のガフ無理だって。ちょ待って、無理、マジで無理だって。あ、いやいや、お、一撃だからやるしかないんだ。あっぶね、ビビった。今、おおおい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 、いって、死ぬ、マジで獣にやられる。きついなあ。あっぶね、あぶね、死にかけた。川田営業生でも、あ、なんか装備強化できるって出たもんね。うん、おらたか、来たぞ。どこじゃ、伝承を差し置いてきたんだよ。そうだよ、お前優先したんだぞ。よっぽどいいもんくれないとちょっとな、割に合わん。いさかいか、いさかいか、おらたかと近くのいさかいを調べろ。何、ユナとやり合ってる、なんかぽいっすね。あ、あったあったあった、いさかいがある。いいのかな、これやっても。もう、バレたバレたバレた、普通にめっちゃやったほうが、いや、すっげー逃げたって。いいね、いいよ。あぶねー、あれ、上の弓やったほうがいいんかな。なんか誰かでやってね、ユナじゃない。え、誰だ、何これ。違う。あいやー、死ぬんだ。えぐい、それはむずいぞ。早くない？なんかね。おう。反撃も早いような気するな。なんかいろいろなんか変わってる気がするね。あ、ほら。ユナいる。ユナでしょ。ユナどこ？あの弓の軌道はほら。あれユナか。ユナ、お主か。こんにちは。え、タカまた持ってかれた？待ってたよ。かれた顔してる。あ、違うわ、大丈夫わ。タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ああ、よかった。よかった。ここも猛虎に襲われた。出迎えば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も。ハワーか、ハワー。頑張ってんねん、こっちも。いや、ハワーあかん、さすがに。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。ハカと、なんか助けてから、ふてぶてしない。もうだって役目終わったからね。まあ、恩人ですからね、でも言うても。そうよ。なんとも言い難いな。何人生き延びたか。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。いや、抜いてるね。タカは戦えんのかな。虫の一匹も殺せない船で。ダメか。あかんね。タカ戦力になんないのか。なぜ兄弟でそう見つかん。ユナ戦力結構強いな。ユナガチ強だね。先くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてた。あ、もしかしたら本当の兄弟じゃないとかか。ありえそう。ありそうだよね。うん、しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。すごい、あれ、同系色の色って分かりづらかったね、かなり。そうそうそう、カメレオンと一緒っすよ、隠れ方。ああ、
でも火はつけないよ。煙が出たら最後猛虎に居所を知られるから。なるほどね。釣り出してやろう。さすれば血の利を生かせるはずだ。相変わらず合わないな、ユリナと考え方が 前より合わなくなってる気がするわ。酒井様、姉さん、タカ、こんにちは。いた。あなたのご無事を祈ってました。タカちょっとなんかふくよかになったね。撮ったよね、うん、絶対撮ったよね。そうだよ、絶対撮ったよね。何かご入り用だとか、どういったもので。おじうえを救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。何にもらえるんだろう。グラップラーとかじゃない。シュンシュンパッて投げて作ることはできますか。いやグラップラーでしょ。グラップラーっていうの。いや知らない。村は必ず守ってみせる。任せときな。パスファインダーみたいな道具欲しいっすよね。あ、確かに。グラップラーだね。雪男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度。これ芋づる式でどんどん助けさせられる説ないですか。いやもうこいつら分かってるもん、助けてくれるってこいつが。雪男の次はタカシだっつって。タカシがいねえんだっつって。あ、稽古場あるよ。やっ。あったー、竹？あ、こっちか。あったあったあった。ちゃん得意なやつ頼むよ。しゃあ、これ体力が最大ゲージアップするんだっけ。気力ゲージじゃね。なるほど、うまいね。そらそうよ。おお、やる。なんだ、まだなのかぽいっすね。もうちょっとむずくてもいいけどな。そうだね。いいね。ゆうきちゃん、うわー、ミスった。ちょ、待って、速攻今ので死ぬの。やばやば、カッコつけて試練一戦打ったのにスカッて死んだ。いた、ゆうきちゃん。チュハル、いいね、かっけ。一人どこっすかね。あー、やっぱりするわ。どこ、敵がいるわ。でも気づかれてないけどな。いや、いいか、ゆうきちゃん近いよね。待ってないね。生きてきたぞ今。こいつ意外とガーフいきなり打ってくるな。早かったね。これ上っぽいっすね。ゆうきちゃん。ああ、痛い。これは誰。上さん。ゆきよか。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。ほら、こちら。始まったね。ほら、芋づるですよ、やっぱり。次は誰だ。切るぞ、お前ら全員。ほら。隠れろ。あ、敵だ。たまには闇討ちしますか。ゲージ欲しいしね。うん。間違えた。まあまあ、闇討ちみたいなもんよ。そうだね。落ち着け。良いか。わかりました。なんかある。あ、なんか、ここにおれ。どこ、わかんないんだよ。どこよ、え、どこよ。なるほどね。バリバリ見つかってないやん。ここか。あ、助け、助けないで。一騎打ちや、でけえやつ。くっそー、弓はさすがにいけるな。俺かよって顔してるもん。あー、くっそやべえ、あいつマジでやつだよな。違う、やばい、あれだ、ほら、やられちゃう。待って待って待って、行かれた。俺が攻めて、救えなかった。救えなかった。ちょっと待って、これ突っ込んでいかないといけないのか。結構だるいね。なんか一騎打ちむずいわ。猛虎に見つかった。ここにおれ。そこにおれ、一騎打ちじゃない。でけえやつ来い、でけえやつ来い。来たか、来たか。いや違うな、これ。うわ、あいっちゃ弱いやつだ。左が強そうだね。あれマジ強いと思う。はい、捕虜は、捕虜はいるいる。捕虜大丈夫そうだな。そうだね。どうす、え、だ、え、大丈夫こいつら。嘘つきだから、嘘つきだから。猛虎側だから、彼らは。いいね、いいね。あ、あいつが狙ってる、狙ってる、狙ってる。こいつが、マジで大丈夫。バカなのか。痛い痛い、めっちゃ弓に打たれたい。くっ、
やばすぎ、あっぶねこれ狙いだよ狙いだよ、あっぶね、なんならもう一回捕虜狙いに行ったら、あ、行ってる行ってる行ってる見てる見てる、あ、やばい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 、行くな行くな、待てー、死で一戦しかない、あっしゃ、あっぶねあっぶねえな、息をの使いだ、生きてるの、ついてこい、火事場へ向かうぞ、これ全員か、まだないよな、もうないよな、次誰だ、もうないよな、聞くぞこれ以上言ったら、誰だと思ったよ、怪我はないな、このお方の強さといったらまるで鬼だよ、黙ってるのが相手の時のみだ、黙ってるのが良かったかな、火事場に行くぞ、ついてまいれ、火事場行こうぜ、あ、いるね、わわわわ、守る、やばいやばい、またかい、どこ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 、ほらほら闇撃ちしてる、おすごいすごい、見てるだけこいつだやーすぎだろこれ、このお方の強さといったらまるで鬼だよ、一騎打ち、いやどうしようかな、沈まれ沈まれ、あ、いや闇撃ちしようか、火事場に行くぞ、ついてまいれ、あ、いいねいいね、ちょっとねやっぱ番手は本当になんか丁寧にやった方がいい気するわ、まあ早すぎるね持ってかれんのが、こういうプレイ、こういうプレイ、ええー、よし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 、バレてないです、全然ニャスでいかないんだ、うまい、あ、うまい、おいじゃー、これよな、この丁寧なプレイ、あっぷにこいつこれこれやっぱちゃんと刀で弾けたら超早いね、そうだね、だからちゃんと多分丁寧な倒し方しないといけないけど、うん、その代わりまあ戦闘も早いってことだよな、あと戦闘かっこいいよこっちの、かっこいい、こんにちは楽しいわこれ、いいな、バンシめちゃめちゃ楽しいわ、早くやりたいっしょバレたよし来た、ついたね、あぶね、連れてきたよタカ、無視するわ、生きてたか、あのおかげだ、恩に来ます、猛虎が来る、ユナはどこだ、川の向こうの一家を探しに行ったきり、無限一人で行くなよ戻るまで火を入れる、こいつだマジで利用してる、分かってるぞこいつら完全に、ジンのこと、くそー、ユナどこ行ったんだよ、ユナおるよ、こっち、火事場は火を入れられるぞ、飽きてる、誰かを探しておるのか、しくじったよ、川の向こう岸で捕まっちまった、あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ、恩人に次は助けるの、絶対に捨ておかない男バーサス絶対に助けさせる女ファイ、侍はどこだ、嘘をつくな、お前の仲間をいたぶるぞ、やぶらんといて、村の知らないっつってんじゃん、どこに消えた、知らない、助かれそう、お願いだから殺さないで、これはしかもバレてない、天才、うん、よいしょ、ホレ守んないとな、ユナ行け、ユナ行け、おー、いいね、どこだ、もういないんじゃない、え、一撃、あ、おー、危ねえ、こいつはユナユナ、いいよ、とどめるわ、ユナいいね、いいね、ユナ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 、バカバカ、まユナ、おーお前、あ、やばいやばい、ちょ、触ん、触んじゃね、あ、やばいやばいやばい、何してんのお前ら、よし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 、オッケー終わり、で、おーいいね、ユナがやってくれ、どうもありがとうございます、まだ気を抜くでない、火事場まで行けるか、ええ、なんとか、みんなついてまいれ、もういないな、結局全員助けたよもういないな、あの方は何もない、なんかめっちゃいるやん、めっちゃいるやん、びっくりするがいるわ、え、横人じゃないひどいこと言うな、なんて殺し方が醜くて人じゃないみたいってそんなん言われてたの、ひどいこと言うぞ、全然気にしなかった、人じゃなかったから来たよ、タカ姉さん、心配させやがって、火事場に火を入れろ、猛虎が寄ってきますここを打ち壊しはせぬであろう、この利を逃す手はないぞ、その前に殺されるかも、いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ、あ、言ってたね、火を焚いて
わざと来させるって。そんなイルージンこれ。しかもリとか特になさそうじゃん。火出てるね。これ来るよ。大聴覚いそうだな。むっちゃおる。ね、むっちゃおるやんけ。いやこいつやべえんだよな。うわあ強そう。うろし。なんかちょっと。ユナ頑張れ。おお。煙玉とか使ってみたかった。その最中闇打ちできるらしいよ。あそうなの本当だ。いいよ。いやいいよ。いいね。おユナユナいいね。強いね。全盛り？いやまだ音が鳴っ、あいい。ええ。めっちゃいるわ。起きたんだけど。待って。犬こら。ほら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 。ちょ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 。まずいまずい。やっぱリーダーじゃんここ。一目散すぎる一目散すぎる。待て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 こいつ一目散すぎる。いやーもうやったわ。あいいよ。け一回ちゃんと犬もじゃあユナ今ユナ言ったよね。今ユナ逃げ切ったよね。ユナ切った俺。おいもうそれでよーし。何お前いいよ。よいしょ。でもう襲われてない。ユナ。あユナ。あと40秒。まあいいか。いやいやいや。ユナは一部一緒に関係ないんでしょ。でも多分40秒だったら終わっちゃうよ。あそうなの。多分ね。もう倒れがや。助けて。倒れがやユナ。いった。まずい。うわ無理厳しい。何このきつさ。え誰やられた。じゃあ謎。で、はい。で、あと1が隊長っぽいやつ。頑張れ。弓効いてねえもんな。闇打ち。これしかない。いやいいよ。やはり煙玉。煙玉強くない？今の超強かったね。何してる？ユナじゃないわ。ごめんなさい。あ、ビビってる。いい顔してたな、タカ。なあ。そんな。ダッサイなサヤ、サヤ変えたくないやっぱり。さすがにダッサイやこれ。気が乗って。お侍様の戦い方じゃない。めっちゃ言うやん。嫉妬。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため、冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。きついなこれ。ジンに言われんのなあ。しんどいぞこれ。早く逃げましょう。そんなこと言うなよって顔してる。怒ってる。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。怖えって感じ。いやー腰引けてたもん。闇討ちなんか関係してんのかな。どうなんだろうね。悪くないだろう。ユナもちょっと悪い顔してるもん。うん悪いだろう。まあ意外とでもおお嬉しいんかな。悪くないやんなってる。うん、あ伝えれるよ。噂が広まる。よーっと。これはかっこいい。まあでもな気力こっからそんな使わんもんな。ちょっと増えた。嬉しい。これは嬉しい。さあアングどうしましょうか。グレネード、グレネード。グレにしますか。じゃあ使えそうだね。うん、猛虎の火薬を弾に詰めて投げれば火の出る武器として使い手があるな。ここ以外上げた方がいいよね普通に。アングもでも案外ね強いっちゃ強いんだよね。あー難しいね。あと型が増えたら型にも使いたいし。まあそうね。一旦置く。まあ一旦置きますか。じゃあそうだね。うん、お久々小手半じゃない。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。
ならばなぜ我が兵は背後から切られている、